どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボーク最終決戦始まりました。第25回占領戦なんですが、ついに激闘最終決戦、十字金木 VS 格蛇古田の戦いのイベントが登場しました。今回こちらの A に挑戦していきたいと思います。こちらのパーティーで挑戦していきます。僕の持てる最高戦力をかき集めました。で、今回特攻がですね、かかっているんですね、売り絵に。で、今回の特攻キャラクター一覧がまあこんな感じなんですけど、袋を持ってか、まあ敵の属性がまずわかんないっていうところで、袋を持ってないですね、歌持ってないですね、結構持ってない、リゼ持ってないですね、持ってないキャラクターがいっぱい、ナキ持ってないですね、持ってないキャラクターたちばかりなんですが、まあとりあえず、熟練度 100% をしたままですね、置きっぱなしにしていた、売り絵ですね、銀杭の売りを使って今回はやっていきたいと思います。まあ多分勝てるとは思うんですけども、やっと来たという感じで、こいつら2人がこのクエストからドロップするのかな。ぜひともですね、ご突して2人並べて、使いたいですね。では行きましょう。ダメなのはあんただ。死ね。なるほど、リゼか。とりあえずもうこの売りがね、この売り絵がね、使いたすぎた。この銀杭の売り絵が全然使ってなかったから、とりあえずまず有馬でバフをかけていきたいが、金木に3倍のバフを自分にかけさせよう。こいつそんなワンパンでは死なないよね。あ、オッケーオッケーオッケー。まあブレイクはしてしまうが仕方がないで、バフをかけて、で敵、味方全員殴って、スキルを貯めていこう。まあ多分1フロー目は大丈夫。うお、やば。マガマガしいんだが、カグネが。おいおい。カグネがマガマガしいんだ。駆逐で戦いたかったな。駆逐で戦いたかった感はある。待て待て。柔らかくない振るって、カグネ、見えてないんだけど、お前。画面からはみ出しちゃってんじゃん。とりあえず、ウリ打つか。ガブッと。あ、そういや、今回はノロ、格蛇ノロの、派遣キャラが手に入るんだっけ。うおお、まがまがしく、神々しいわ。おい、カグネがやばいことになってる。こう本気出してきたの、インボケ目、ここに来て。ここに来て、おっと、画面が。ここに来て、インボケの上が本気を出してきた。とりあえず、じゃあ、もう、有馬も確定さしまおう。せっかくだし。お前が初めてだ。お前が初めてだ。で、金木打って、2周年金木よ。あ、そういえば、2周年金木と2周年有馬のガシャ、復刻来てますね。引けてない方いると思うんで、ぜひ引いていただいてね。で、ピンク打っていく。エーサーだ。んで、今回は19年で 100% にしたガンダムを連れてきてるんですね。ガンダムさん多分、たまんないっていうね、スキルのあれが。んで、ウリで、お、ウリもまさかたまんないのか。たまれ。あー。まさかこの単純に、カネキブレイクできない説。あー、できなかったんだけど。まあ予想通り、光属性だね。あいつのスキル見たら、早っ興味ないです。お、バフか。スキル打ってこい。攻撃スキル打ってこい。うおえ、何今の。ストームエフェクトみたいな。おおエフェクトすごすぎなんだが、お、攻撃力落としてんのによ、めちゃくちゃ、いやー、だってタタラが一番攻撃力落としてんのにすげえ食らうんだが、タタラ打っていく。見よ、この炎のエフェクト、ブワー、めっちゃ綺麗。んで有馬打って、お前が初めてだ。ザン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 。で、カネキ打って。僕だ。で、最後はウリに締めてもらおうかな。まさか倒れたりはしないよね。オッケー。んで、最後は銀杭に締めてもらおうか。餌だ。ガブッとな。オッケー。いやー、カネキのスキルすごかったな。古田のスキルも見たかったけど。あいつ柔らかかったんだよね。はい、ということで今回は激闘最終決戦でした。
ですね、本当に来てくれてよかったね、この2人が。3D モデル、まさかね、インボケで見れるとはもう、俺思ってなかったんで、見れてよかったです。あの、エフェクトとかスキルとか、ボイスもちゃんとついててね、よかったです。はい、というわけで、今回、激闘最終決戦でした。頑張って熟練度 100% にしていきます。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。古田か。